サムセイ島地図上のサムセイ島の位置。フィン島の北、シェラン島の西に位置するサムセイ島は、デンマーク、中央ユラン地域に属する島。日本では、サムソ島、サムソ島あるいは、サムス島とも言われる。ユトランド半島の東方 15km 沖合のカテガット海峡上に浮かぶ。サムセイは、島全体で一つの基礎自治体を形成している。 島の面積は114平方キロメートル、人口は3657人。自然エネルギーの島として、世界的に有名。スカンディナビアの中央部分に位置することから、バイキングの時代には彼らの会合場所であった。この時代から島の名前が発した。サムセイは、フランス、ウェールズ、アイルランドの人々にとって、毎年6月から7月にかけて、 イチゴつまみの場所として非常に人気がある。デンマークではサムセイはワセのジャガイモ産地としてよく知られている。春の初めのジャガイモはその美味しさで有名でわずか数ポンドの重さで100ポンドの値段がつく。またチーズの産地でもある。バレンの海岸と村は観光客に人気がある。島内を循環する路線バスがありフェリーターミナルにも停車する。 晴天の日には北方のヘルエネス湾が見える。島は北部、ステイブンズフィヨルド、南部の3つの地域に分けられている。ステイブンズフィヨルドは島の中部、東側にあり、四角い形状の湾であり、湾口は北側に小さく開いている。サムセイは1997年より10年計画で地球温暖化対策を進めている。 デンマークは2050年を目標に化石燃料の使用ゼロを目指しているが、本島ではそれよりも前倒しした目標である2030年を達成年と設定している。島の各地に風力発電、太陽電池を設置して電力を賄う。また、地域熱供給のためウッドチップボイラー及び太陽熱パネルによる複合施設や藁ボイラーによる施設が設置されている。 風力発電は陸上型のみならず 4km 沖合に、ある10機の洋上風力発電設備もある。ありがとうございます。